夏の終わりも趣味は玉木雄一郎でございます。1月1日元旦に私は毎年必ず川柳を言います。その川柳は元旦や今年も来るぞ大晦日、それをずっと邪魔する勢力があるんですよ。それが自民党の政治と金の問題、裏金問題だ。与党の国会議員は3000万円まで懐に入れてセーフ。今自民党総裁選挙がお祭り騒ぎになってます。十何人出るらしいよ。大井競馬の第3レースでも8頭までだ。真面目に働いてる庶民をバカにするなって話だ。皆さんこんばんは。ただいまご紹介賜りました国民民主党幹事長新葉和也57歳。夏の終わりも趣味は玉木雄一郎でございます。いよいよ8月も終わりがやってまいりました。つい先日お正月やったと思ったらもう8月が終わりです。1月1日元旦に私は毎年必ず川柳を言います。その川柳は元旦や今年も来るぞ大晦日、あっという間に1年終わりますからね。その元旦に今年は能登半島の大震災があった。これを何とかしなければいけない。つい先日も秋田山形でものすごい災害があって、そしてこの瞬間も九州や中国地方や東海地方で猛烈な台風10号が猛威を振るっています。災害に強い日本を作らなければならないと同時に、私はこの1年間2つのことをやろうと思った。それは先ほど竹泉さんも言った給料が上がる日本経済取り戻す、給与所得者の給料をしっかり上げていく、それをやらないとこの国を支えてくださった我々の恩人の先輩方の年金上がらないんです。可処分所得を上げて個人消費を高めて、この国をもう一度お金持ちからではなくて庶民の力で元気にしていく、それが一番の柱。二つ目は外交であります。今年は1月の台湾総統選挙を皮切りに韓国、インド、ロシア、イタリア、EU、あちこちで選挙がありました。そしてもう少しアメリカの大統領選挙が11月にやってまいります。しかし外交は外交安全保障だけではないんです。今有事でもないのにスーパーに行ったらお米が買えない、水が買えない。この国のエネルギー自給率はたった10数%、食料自給率は 38%。 今平時なんですよ。この国をしっかりと、自分の国を自分で守れるようなしっかりとした足元を築いていかなければならないと思っています。それをしっかりやらなければならないのに、それをずっと邪魔する勢力があるんですよ。それが自民党の政治と金の問題、裏金問題だ。なぜ岸田さんがこの任期途中で総理大臣を辞めて、この大事な時に政治空白を作ったのか。全ては国民をバカにした政治と金の問題であります。我々国民民主党は玉木雄一郎代表を先頭に、かつてのマンネリ野党のように週刊誌を片手に与党をいびり倒すようなスキャンダル追及の政治はやらない。まさに対決より解決だ。しかしこの裏金問題は徹底的に対決するよ。許せるわけがない。インボイスが始まって中小企業や小売店や農家の皆さんは1円5円10円全部税金取られて、ここにいるサラリーマン、サラリーマンも給与はガラス張り、全部税金取られてるのに、与党の国会議員は3000万円まで懐に入れてセーフ。そしてその3000万円を自分の後援会に寄付をして、寄付控除でまた還付をもらってウハウハだ。こんなの許せなきゃないじゃないですか。今自民党総裁選挙がお祭り騒ぎになってます。十何人出るらしいよ。大井競馬の第3レースでも8頭までだ。これは誰が総理になるかわからないし、お祭り騒ぎになってるけど、ごまかされちゃいけないよ。この裏金問題、政治の金の問題は、ただ与党をやっつけるための問題じゃないんだ。真面目に働いてる庶民をバカにするなって話だ。だからそれぞれの総裁選挙の候補者は、まずこのことを、姿勢を正すことを示さなければいけない。ザル法をザルでなくすのか、旧文通費をどうするのか、政策活動費をどうするのか、この3点だけはしっかりと物申してほしい。それを国民はじっと見てるよ。その先に党派を超えてこの国を元気にする、日本を強くする、国民のための政治をやるんだ。いよいよ与野党ともに新しい政治が始まります。衆議院解散政権もあるでしょう。人気投票やポピュリズムやニュースを消す、そのニュースを作るための選挙ではなくて、集めた税金を払う側で使う側ではなく、集めた税金を使う側ではなくて、働いて税金を払う側の政治を、我々国民民主党玉木雄一郎とここにいる東京都連中心に、この首都東京から全力で頑張ってまいりますこと、心からお誓い申し上げまして、国民民主党幹事長新葉和也からの訴えに変えたいと思います。どうもありがとうございました。